ねえ。こんにちは。あ、すごい。意外とみんな来てくれて嬉しい。そう、1時間なんですよね。しかも、そう、まあみんな、そのレッスン、私しかいないであろう。だから一人ぼっち、今、悲しい。誰か空き時間になってないかな。誰か来て。誰かこっち来て。悲しいです。縦になった。みんなは？みんなはどう見えてる？今、私のこと、どう見えてる？なんか、カクカクしてない？なんで、なんで？え、止まらないですか？止まってはないけど、カクカクしてんのかな？ 横になった。お腹が鳴ったぞ。ぐるぐるってって。セナタの生誕出る、見れるの最後だって、みんな。出るよ、待ってください。え、なんで？なんでまあ縦になるの？怖い。なんで？もう一回なりそう。もう一回横になりそう、私。ほら！なんで？このまま配信する？今日はこのまま配信しようかしら。おかしくない？固まっちゃう。え、なんでなんで？なんで？電波悪い？すごい意地悪なんですけど。確かに Wi-Fi が全部ついてる横が1しかついてない。ここ電波悪いのか、もしかして。ちょっとドアに近づいて見る作戦。お風呂から秒で上がってきたって。お風呂入ってたの？早いね。違うね。よいしょ。椅子カチカチ音がする。あ、ごめん。多分絶対私のさ、あれだわ。ピアスに ピアスに。ちょくちょく止まってましたって。なんで？意地悪するんですけど。意地悪してくる。え、すっごい意地悪してくるじゃん。ピアスに電波が若干、干渉？ セラタンが話すとカチカチ音だって。これ？今も？カチカチ言ってる？なんで？すごい意地悪。私さ、ショールームしなかったらさ、何もすることないじゃん。え、カチカチしてるの？なんで？イヤホン外した方がいい。なんかさ、なんか、ドラム音みたいなの聞こえそうで。どうでしょうか？初見です。ありがとうございます。
そうですか。イヤホンのせいじゃなかったっぽい。だってなんなん。これでどう？充電器取った。一回ショールームと、一回ショールーム落とそうかな。ちょっと待っててください。ちょっと待って、一回切ります。は？なんで？今大丈夫だって。あ、わかった。これ、立てるものがいけないんだわ。じゃあ、カチカチ言ってるね。立てかけるもののせいだ。立てかけると思って思う。みんな絶対酔ったよね、ごめん。これカチカチするんだ、これ。さっきと、そう、さっき なんで反対方向かっていうと、そのカメラの向きが反対になったのよ。そもそもこっちにカメラあったんだけど、こっちになったから空き時間結構長いです 結構長い。余裕で2時間はある。余裕すぎて、2時間は余裕すぎて ねえ、長いよね。びっくりしちゃった。もぎさんも配信してみた。もぎさんはなんでしょう、ここじゃないでしょ。でも、ドボンできないのよ。これ、自分のスマホだから。あ、配信しないでドボンしろってこと。確かに、その手もあるね。永遠にドボンをする。とりあえず、まあ、クララがこっちに来てくれると思うから、他の5分ぐらいでも。5分でも来てくれることを願っている私は。待って、目がめっちゃ乾いてる。目薬持ってくればよかった。今日も配信始まった。いや、それは知らんな。みんなだってここじゃないじゃん、絶対。来れました。部活、間違えた。バイトの休憩運よくかぶった。お、いい感じ いい感じ。こんにちは。配信再開した。うん、映れないね、これ。映れるよ、こっち。あ、ここまで映ってる。ご飯食べる。
いいの？誰でしょう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 ？誰も何も言ってないけど。誰か触れても来ない。悲しい。これだけ。これだけ失礼。これだけ失礼。クララ来た、そう、クララ。ピンポン。お腹すいた。あ、やっちゃった。声が響く。ね、何分前にさ、行く？5分前くらい。じゃあ10分ってこと。クララーって言ってる。もうレッスン終わってた？まだやってた？誰？みんな。やってた気がする。やってたかな。でもどうだろう。終わったかな。まあでもナズナは終わってても映れないからね。確かに。終わってた。ナズナはまあ終わってると思う。うん。眠いな。わかる。眠い。こっち側の方がいいのか。クララは声だけらしい。ご飯食べてるから。めっちゃ響くここ。ね。うん。なんでドラムのせい。あの字うまくない？レッツ消毒。見つけられない。クララ見つけられない。もう一番奥の壁。うん、本当だ。字綺麗。めっちゃ綺麗。今日も暑かった。よく外出てたね。絶対嫌だ。ご飯買いに行きたくなかったもんだって。暑すぎて。うん。日焼けするし。なんかでもさ、空き時間じゃんセナ。うん。だから始めたはいいものの別に喋ることないんだけど、どうする？みんなどうする？センター分けの人と普通に下ろしてる人どっちが好き？女性ってこと？どういうこと？髪の毛が短い人ってこと？どういうあれ？私はでも下ろしかな。それだったらあんまり気にしたことなかった。いやでも似合ってればね、何でもいいんだよね、うん、結論ね。この人はこっちの方が似合うからこっちの方が好きとかあるじゃん、うん、だからまあ何とも言えない。セナタンとクララの関係性めっちゃいい感じだって。ね、嬉しい。どういう関係性なのうちら。どういう関係で。ゴミ落としてた。うち？せな。せな、どっちがボケ？
でもセナ一人でボケて一人で突っ込んでる時あるよね、たまに。クララだって気づかないんだもん、セナのボケ。逆にね、自分で自分で突っ込んで、うん、でも大体クララボケだよね多分。ツッコミできないんだよね。うん、だからボケだと思うから。ボケにボケ重ねる時もあるかもしれない。セナがボケてクララもボケて。確かにツッコミができないもので。おいしい。平和だわ、だって平和、平和だってうちら。うちら平和だよね。うん。ずっと。平和なんです。まあクララが平和だからね、そもそも。うん。本当。クララがいたら誰とでも平和になるよ、多分。そんなことないよ。クララおにぎり食べてる。今日。うん、今日はハートのピアスです。おにぎり2個目、おにぎり2個も食べてる。2個も食べちゃった。うん。暑くない？ここそんなことない。うん、地味に熱い。地味に思ってる。石倉だけの空間だけ空気の流れ遅そうだって。遅いよね絶対。うん。分かんないけど、なんか話噛み合わなさそうってよく言われない。うん、メイクさんとかに。なんか言われるよね。なんか劇場の楽屋で話してると。なんか言われる、うん、でも自分たちでも噛み合ってんだかなんだかわかんないけど。やばい、めっちゃね、ここの照明マジで眠くなる。照明のせいにする。いい具合に薄暗い黄色い照明。空き時間って大変だよね。なんかとりあえずまあ15分やったらいいかなって感じ。ショール。ここの配信眠くなるだって。なんでやねん、やることなくて困ってる。いや、そういう日あるよね。なんか休み欲しいってちょっと思う時期はさ来るわけじゃん、誰しもが。でもさ実際休みがあると何したらいいか分かんなくなる。そして何もせずに一日が終わる。雷やばくて家まで震えてる今だって。雷今日も最近やばくない？傘持ってないよ、せなね。昨日やばかったうち雷。やだ、ゲリラ豪雨。うん、今何分？33。
40分になったら終わろうじゃ。島根県がだって、あ、なるほどね、遠かった。今日午後から雨なのらしい。あ、傘持ってきてんの。それ持ってないよ。あ、忘れた。折りたたみでも持ってこようと思って。日傘しか持ってない。うちも昨日傘買ったのもうどうしようと思って日傘まだまださして帰ろうか。雨だけど。そうじゃん、止んでるといいな。帰れねえ。ゲリラ豪雨、昨日ひょうも降ってた。マジ？うん、本当にやばかった。梅雨なのに最近傘差した記憶ない。だって外出てないの。そっち晴れなのかな。あるじゃん。何が言ってるのか分かんないな。クララの声が聞こえるって言ってる人がいる。そうです、クララがいる。聞こえるんです。すごいね、来た瞬間わかるって嬉しいね。雷、愛知雷えぐいだって。じゃあどんどんこっちにずれてきてんのかな。じゃあもうすぐ東京もね。本当になんか光ってなんかもゴロゴロゴロみたいな、うん、なった昨日。本当にあれってさ、光ってから音が速いと近いんでしょ、うん、マジで怖い。あれよく数えるよね。数えるんだ、うん、もう本当にやばかった。いやー雷嫌だ。目の前に髪を何に落ちてビビっただって、変なとこに跳ねました。危ない危ない。生誕祭の MC の裏話ないね。なんかある？ん？なんなくない？裏話？すごい前のような気がする。いや本当にそれね。まだ2日しか経ってない。あれ本当に。怖い、雷やだな。なんか落ちないかが怖いよね本当に、うん、歩いててさ雷鳴り出したんだけど。だってどこの、どこの人？どこの人ですか？今東京も鳴ってんのかな。そこなんで今さ。でもだとしたら帰る頃には止んでる、うん、今だったら、うん、じゃあ今は来てください。止んでてほしいな。傘持ってきてないよ、ね、東京の隣だって。じゃあもう東京来るね。来るよ。生誕祭の MC はさ、うん、あれだよね、クララについてとかだからさ、特に何も裏話しないよね、うん、なかった。眠い。でも寝れない、ここじゃ。寝れない。寝る場所がない。うん。寝れる場所がない。座って寝るしかない。やばいな。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。
今2022人だって。2 2022年だね。あ、超えちゃった。あ、2022人なんて聞こえた。2022年だってって。今2022年？今2021年だよね。あれだから、だからなんで22年って言ってんだろう。そうやって寝たらこうやってなる。ガク、あー響めっちゃ響く。眠いよ。ここ眠くなるから嫌だ。マジで何してたらいいせなあと何時間か。まだね。え、待って、あと2時間以上あるでしょ。まだうちも言うてあるよね。暑いね、やっぱりここ。うん、めちゃめちゃ暑い。よし、ちょっとあ、ぶんなる。びっくりした。充電がつながってた。つける。いいよ、でももうすぐ終わるけどね。どうしよう、まあ、早口言葉はクララのが得意でしょ。本当に得意って言っていいのかって問題だけど。でも噛まずに言えてたらいいんだよ。すごい、すごい風来た。面白い話なんてない。面白い話はないです。振りが雑、アウト。こんにちは。こんにちは。最近厳しい。セナ、ごめんね。赤巻紙の早口言葉、最初面白かった。そうなんだ。でもなんか赤巻紙紙みたいな、なんかなんだっけ、なんか言ってたね。おもろって思って、あそこだけ聞いてた。面白い。でもこの早口言葉って簡単じゃない？普通に。なんかこの私前回カエルピコピコミピコピコっていうやつをね MC でやったんですけど、そう、あれは私無理だったんだけど、ゆうりさんだけがそう成功してて、イーダシッペって大体さ成功しないじゃん。でもイーダシッペゆうりさんが成功してて、なんかあっってなってた。カエルピコピコミピコピコ合わせてピコピコムピコピコムピョコピョコって難しいよね。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪。言えなかった。3回は。でも1回2回は言えたね。集合写真の販売マスも面白かった。違う、なんで販売マスって言ったの。びっくりしちゃった。でもあれ誰も突っ込んでくれなかったらさ、ただ単に一人で恥ずかしくなってたからさ、誰かが販売マスってリピートしてくれてちょっと嬉しかった。赤巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪。
ギリ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 でした。しかも写真撮影、集合写真のさセリフを言うのが久しぶりで張り切ってたのに「はいます!あ」します。でもさっきさんのバースイベントでも早口言葉やったんですけど、なんだっけ、東京特許許可局っていうやつやったのよ確か。え、あれ3回連続だったっけ、1回だけだったっけ、どうだったっけ、東京特許許可局、東京3回じゃん、3回か、言えたっけ、そう、うん、うちら言えてさっきさんが言えなかった意外とセラも隠れ上手よ意外とね。販売されます販売させますって言ってて、もしそれ見ました、その時の公演、かおりさんが言ってたやつ。でもあれですよね、かおりさん気づいてなかったよね、え何が違うのみたいな感じだったから、それがなおさら面白くて。新春シャンソンショー、ああそれ言えない、無理なやつだ、焦らない、新春シャンソンショー新春シャンソン、うん、シャンソンショー、新春シャンソンショーシャンソンショー言えない、新春シャンソンショー絶対無理だ、なんかシャン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 ってなっちゃうね、わかるもうわかんなくなっすぐ時の違う、別に私がクララをフォローしたわけじゃなくて、あれはあれは違うのよね、かみんなの勘違い、クララがマイクこうやって構えたからクララが言うもんだと思って、そうそうそうっていう勘違いをしてて、キョンが大体仕切ってくれるから、そうそう私たちはもうキョンにお任せきりなんだよねほぼ、だからキョンが言うだろうって思ってセナは、しかもずっと喋ってたから、うん、あ この流れで言うんだろうと思って私はマイクを下げてたの、うん、でクララ多分基本ここなんだよねずっと、だからキョンがそれを見た時に、あクララが言うんだと思って、うん、みたいな、あってなって、なんかいいなんか、うん、なんか次のシーンってなったよね、なんかえあれどうぞこの時間は何なんだと思って謎の時間が流れました、何言うんだろうとあれ決まってたっけ、どう申し訳ございません皆様、申し訳ございません、ピエン使ってないよね、誰が言ってたのピエン、ユイさんって、いつ自己紹介、うん、ピエンの会話をしてた、でもさ覚えてはないけど使ってたんじゃない、でも背中から言うことは絶対にない、なんか違うピエンって言ったらそれはピエンだねって言ってたっていう話をして、あーじゃあセナはセナは違うじゃんねでもクララ割とピエン使うよね、うん、私意外とね、うん、最近使うようになった気がします、ピエンって、うん、だからあピエンだねとかさ、だね、なんかピエンって言って乗っかるですね、でもちょっと覚えてない、何がね、どんな話してるのかかね、基本なんか何も内容ないからさ覚えてない、ちょっとふざけて、私がふざけてるから大体そう、昨日も話したけどクララに絶対嫌だって言いたくなる写真送って嫌だって、確かに絶対嫌って一回言いたくなるブラス MC キョンに丸投げしてる感伝わってきておもろかった、伝わってたって、でもさやっぱり喋ってくれちゃうからさ、なんかやっぱりそこでごちゃごちゃ入るよりかは一人で喋ってくれてた方がみんなも聞き取りやすいし、そうそう、まあいいかなって頼っちゃうよねそういう時、
でもね、あのなんていうの、頑張ったよね。あのなんていうの、丸投げ感にならないように、うん、てか素直は別に相槌を頑張った。まあ確かに、なんか丸投げしてるとはその時は思ってなかったけど、うん、普通になんか仕切ってくれてるから、うん、なんかそれでうんうんうんって聞いてた、うん、私基本いつも同じだよね。先輩あげる時だってさ、その仕切りの人がいるわけじゃん、うん、だからなんか丸投げではないんだけど、そうだ、でもなんか後々思ったら丸投げだよねって思うけど、うん、その時はね、ピエンって友達に言うとうざいって必ず言われるだって、ピエン出たピエンってあんまり、でもあんまりそんな、うちも普段使わない、うん、セナも使わないな。もうちょっと、もうちょっと読めないな、その節は。ドラさん同級生いないよね、2人しか、うちら、うん、いません。1990年代が多い。そう、キョン、マホ、ユズカ、チャーケ、オカリナ、うん、だけ、分かった、忘れてるかな、誰かが、そう、みんな同い年で、その次がうちらだよね。そうだね2番目だって、やば、次はうちらで、その下がラン、ちゃん、ランちゃん、めぐみ、めぐみで、その下がハータン。ハータンが最年少。そうだよ、最年少なんだよ、あの子。あ、ふざけてるところ、ふざけてる、せなちゃんもうちょっと表に出してほしい。できないんだけど、なんかさ、クララ、クララ、でもドラさんの MC の時は割と素な感じだよね。でもちょっとな、なんかさ、セナの生誕祭の時にクララが前説で、うん、前説ちゃんの時に、前説ちゃんの待機場所と楽屋が違くて、うん、その扉を出るたびにあのテンションがおかしくなるっていうのを勝手に一人でやっててそういうのはちょっと出せないですね、表には。すっごい濃いの、本当に、なんか魔法でもかかってるんじゃないかっていうぐらいそう、楽屋の中ではスンってしてるのに扉出た瞬間イエーイ本当に掲載が素晴らしい楽しかった、あれでもそう、なんかでもさ、あの気づかれてたよ、マジ言われたもんね、なんか楽屋、その楽屋の扉出るとテンションおかしくなるってゆうりさんに言われた気づいてたんだ、だって声のトーン違うもんって言われて、そうでしょって、地獄耳、そうなの地獄耳なのか、それともたまたま扉の近くにいたのか、でもあれはちょっとね、あれはまだ、まずさ、その時のテンションのあれもあるよね、その日のテンション。今何分、ん、52分、え、待って、40分までって言ってるんです言ってよ誰か時計ないんだからさ、ま、みんなコメントで教えてくれなかったじゃあ終わります、52分、じゃ終わります。私はドボンでもして暇つぶしていこうかな。時間言うなって言われてる言っちゃった、時間言われました、言わなければ永遠続くかな。そうなのよ、私のショールームって大体そうなのよね、言わなければ気づかないからさ。じゃあランキング見ます。13位ミックスさん、12位シータンさん、11位オノピーさん、10位ケンイチさん、9位ノリックさん、8位ワルタンさん、7位きなこ、6位
115% 3、5位 ISZ2271 さん、4位みさきちゃん、3位えいにゃんさん、2位赤花のソルティさん、1位さいかさんです。ありがとうございました。ギフト読みます。 ISZ2271 さん、シロタン、シータンさん、オノピーさん、ニコシタさん、クマーン、ドラゴン Z、 ありがとうございました。なんか消えちゃってる方いたらごめんなさい。最近 iPhone の調子悪いな多分。じゃあありがとうございました。今日多分22時22分からタナジできたらやります。できなかったらごめんなさい。でもできなかったらまあ次回はい、ということでバイバーイ、またまたね、また夜会いましょう。バイバーイ。